はい、こちらスノコブースでしてですね、まあ、大魔神とからマックスと、ドラえもんとこの種馬とスノコユーザー4名がちょっと集ったわけですけれども、ちょっとね、俺今日タイム出ちゃって声枯れちゃったんで、スミちゃん喋ってくれる？いや、俺あんまり喋れないですよスノコのブリルどうなの？いや、スノコのブリルのおかげでですね、僕の純正ゲトラグミッションがもうやがてもう10年間ぐらい、まあ、ブリルを使い出したのは5年ぐらいなんですけど、一回も壊れなし、それで乗り切ってますけど、まあ、今日はホリンジャーを借りてきたんですけど、今日ブリルのせいじゃなくスノコさんのレースガスのせいでもなく、燃料ポンプ系の故障かなんかでつけません。なのでちょっとまたリベンジしていきます。ブリル最高ですよ、みんな使ってください。こんにちは、僕はブリル、エンジンオイルとミッションオイルと使わせてもらってます。エンジンの方は、まあ、これ持ってるのは 17.5 の50ですけど、今使用してるのは2060を使わせてもらってます。僕は結構な頻度でサーキットに行って、まあ、思いっきり負荷をかけて走ってるわけですけど、特に大きいトラブルもなく気持ちよく走らせてもらってます。ミッションなんかは他のミッションオイルと比べても違いが分かるぐらいに少しことギアが入って、もちろん今までトラブルなく、やってます。まあオイル迷ってる人がいたらぜひブリルをお使いください。どうも。はい、僕もブーストアップの車で、まあ、ブリル、僕はこれですね、 17.5W50 を使ってて、ギアは80、140、まあ、ミッション、デフ全部そうなんですけど、まあ、5年間、6年間、まあ、毎年つくば100周200周してますけど、まあ、5シーズン全然ノントラブルで走ってるんで、まあ、ブリル最高ですね。ブリル最高ですね。ちょっと今までの感がダサかったんで新しくしてもらいました。ダサいという言葉がダメだったらカットしてください以上です。最終的にエンジンオイル、ミッションオイル、みんなブリルなんですけど、自分らのレースガス、これね、レースガス、これはね、重たい、この重みのある、このね、GT プラスでパワーをしっかり出してエンジンを守って、で、タイム出す、そういうことですね。なので、スノコさんなしでは我々は走れませんよと、そういう一応僕たちの説明適当だから、うん、あ、ちょっとね、ゴロさんお願いします。お願いします。皆さんに使っていただいてありがとうございます。まあ、そうですね、エンジンは壊さないっていうのはもう一番なんですけど、それプラス、成績にもつなが、なんていうんですかね、成績アップにもつながるような製品を、もうこのカテゴリーに参戦する限りには一応トップを狙うような感じで、一応製品作りの方頑張っていきたいと思いますので、もう皆さんぜひよろしくお願いします。では今後も我々はスノコさんに足を向けて眠れません。今後ともよろしくお願いします。